南米東部。今回は南米で最も刺激的な街と噂のリオデジャネイロの映像をお伝えする。ということでリオデジャネイロにやってきました、凶悪都市ということなのでカメラに気をつけたいと思います。超巨大世界地図があります、ここは今僕のいるリオデジャネイロです。こっから地球をこう約半周して千葉、ティバン、ティバ、リオデジャネイロ。これがちょっと有名な水道橋らしいです。カテドラです。おお、まあ、一見他の南米の街とはそんな変わらなさそうでございます。なんかそんな危ない雰囲気はないですけどね。金の国があるんです。いや、いやー都会だな。上野みたいなところにいました。掘り出し物みたいなのを探しに行きましょう。オラプラシーマン、オラオラ。なかなかいい感じですね。ブラジル。なんかかっこいいね。人が多いね。リオデジャネイロ。いいとこですよ。まあ気をつけてれば大丈夫そうです。っていう感じですね。ベノサレスってリオデジャネイロでございます。さあということでコパカバーナビーチにやってきました。リオデジャネイロのコパカバーナビーチです。こうビーチバレー、ビーチサッカーなんかやってますね。サッカーという感じのビーチ沿いですが、どうでしょう。とても気持ちがいいです。ダイレクトで卓球みたいな、テニスみたいな、なんすかね、これは。こんな感じですね、ビーチは。なんか噂に聞いてたほど、そんなすげえ美人の、グラマーな姉ちゃんっていうのがいないですね。夕暮れの海を堪能してます。リオの街を砂でおっちゃんが作ったようです。すげえよくできてんな。キリストさんが街を見守っております。電車に乗ってキリストのところまで行きます。キリストさん。わあすげえ、ここ眺め。キリストさん。でかいの。リオデジャネイロが全部見えますね。あの辺がファベーラ、世界最強のスラム街。
ファベーラっていうのはブラジルのスラム街のことで、中規模以上の都市にほぼ存在しています。特にリオデジャネイロのファベーラはブラジルの中でも最大で、市民の4分の1はファベーラに住んでいるっていうふうに言われています。ファベーラはすごい密集していて、その密集した建物の間に地形に合わせた道路とか階段が通っていて、自動車が通ることはできません。家は基本的に無許可で建てられていて、中には廃材で作られている家なんかもあって、電気も付近の電線から勝手に引いてきた電気を使っています。都市部なんかでは山の斜面に建てられていることも多く、雨季には地滑りが起こることも多々あります。下水処理施設も整っていないので、衛生環境がすごく悪く、病気なども大きな問題になっています。住人は都心で低賃金で仕事に就くケースが多いんですが、失業率も非常に高く、銃も蔓延していて、ドラッグ絡みのギャング同士の抗争も大きな問題となっています。シティオブゴッドという実話を元にしたファベーラでのギャングの構想を描いた映画がめちゃめちゃ面白いのでおすすめです。今回行ったのはリオデジャネイロの中でも比較的平穏なファベーラなんですが、宿のスタッフにビデオカメラだけはやめておけっていう風に言われたので、デジカメを持っていきました。その時に写真を何枚か撮ったので、それをご覧ください。
ということで、リオデジャネイロからお伝えいたしました。リオいいとこです。ていうか楽しいですね。見どころもサンパウロなんかに比べて全然ありますし、で、まあ、ビーチもあって、あと、まあ、サッカーも見に行きましたし、あと、まあ、観光スポットもキリストのところだとかそういうのも行けたんで、まあ、1週間で足りないぐらいですかね。で、まあ、リオデジャネイロって、まあ、夜ナイトライフ、そのクラブとかパーティーとかそういうのがすごく盛んなんですけれども、まあ、いかんせん僕はそのクラブの楽しみ方がよくわからない人間なので、一回も行きませんでした。まあどっちにしろ夜はあんまり出ない方がいいんじゃないかなっていう、そういう自己判断で、はい、やめてみました。で、まあ特に何も問題なく過ごせたんですけれども、まあ、僕がいる1週間の間で、宿で、iPhone が2台、あとカメラが1台、なくなってます。まあ、それはもちろん宿じゃなくて、その宿の外でと宿の中で両方なんですけれども、まあ、そういう街です。まあ、来る人は気を抜かずに持ち物の管理をしっかりした方がよろしいかと思います。はい、ということでリオからお伝えいたしました。次回はですね、北の方のちょっと北の町、サルバドールという町からお伝えいたします。どうもお疲れ様でした。いやー、サッカーはすごい、ブラジルは。次回はサルバドール。かつてポルトガル領時代の首都であり、奴隷貿易の拠点であった町。現在でも居住者の多くは黒人で、南部とは違った黒人文化が色濃く残っていました。次回、ブラジルのもう一つの顔、お楽しみに。